そんなわけで誠、今日が何の日か分かっていますね。その辺のよく聞く分かってないふりはいいから、あと日本だけのお菓子会社に踊らされた運命もそろそろ聞き飽きたかな。うちの学園は学園で独特の風習になってるよな。男二人で何を言い訳し合ってるのかね。え、高梨？こんな悪魔に何を。そうだ、誠、何かひどいことされてないか、弱みにつけ込まれてたりはしないか。僕を何だと思っているんだ。浅間君に君みたいにつけ込みやすい隙があるわけないだろ。聞いたか？気をつけろ、マジで。本当に振りじゃないからな。うん、浅間くんのようなフェミニストと違って彼の中では僕みたいな小柄な相手はその美人の範囲に入ってないんじゃないかな。ストップだ、誠。この女にその情報だけは渡しちゃいけない。いいか、本気だからな。こっちもネタじゃないぞ、マジだ。それはいいことを聞いた。面白いネタがあるのね。ネタじゃねえ！お前に渡してはならぬ生命線だ。確かにごく少数派ではあるね。うちの男どもはあとはお世辞にもモテるタイプが多いわけじゃないしな。ちゃんと自分も含んでるんだろうね。誠には美人のおばさんと可愛いハトコがいるじゃん。まあ、モテるかどうかは別として、環境としては恵まれてるね。そうかさ、アリサちゃんは単にハトコとかだけかな。ハトコの彼女は兄として見てるだけだろう。浅間くんはともかく、3年にもなって卒業制作もせずにフラフラしてる君にチョコをあげようなんて奇特な女子はいないと思うけど。おいおい、卒業制作終わらせて就職活動に勤しんでるんだね。むしろ一歩リードじゃないか。今助手になれるかどうかの瀬戸際だからな。助手というかそれでも使いっ走りだよね今のところは。ま、助手なら学費払うどころか金もらいながら勉強続けられるんだぜ。すげえお得だと思わんか。だったらクラスの女子にもそう言ってやればいい。成績足りなくても教授のところで点数稼いでると思われてるぞ。別に好きに思わせておけばいいんだね。あいつらの点数稼ぎたいわけじゃないし。なんだ、じゃあ誠はもらってるのか。さっき言った親戚ワクワンの話だぞ。アリサちゃんのチョコで見え張ろうったってそうは。うん、そういうわけで浅間くん、
コレート。同じ作業場だし、おやつの用意とかやってもらっていたからね。このくらいの義理はあるだろうさ。クラスメイトの高梨さん。うん、おか、君の分はないよ。なぜだ。俺たちそこそこ付き合いあると思うんだけど。私に比べればあるけど、なんだろう、同等ではなくて都合よく利用したい相手というか。そうだそうだったよ、ちくしょう、そうでした。悔しくなんかないからな、このモテ野郎。君は愛が思いたいか。まさか。やっぱり僕も愛するのは一人で十分だよ。そういう意味では僕たちは気が合うのかもね。いや、意外と多くの人に愛されたいって願望を抱いているタイプは多いと思うよ。それじゃ、僕たちも行こうか。製図なら手伝おうか。僕のマシンを使ってもいいし。はい、参りました。おや、今日は2人か。どうかしたのかな。
ことさ。それで二人で何を悩んでいたのかな。相川さんを連れてくるのもいいんですけど、プライベートの悩みだとどうするつもりだったんですか。別にそれでも相談に乗っただけだよ。面白がるのはダメだよ。相手くらい選ぶさ。それで相川さんの相談事って聞いていいことなの？選択コース？なんで不思議そうな顔をしているんだ。つくよくも2年に上がる時にあっただろう。だね。それがつくよの場合は海外に進むことが特待生の、ね、条件だ。平面、立体、情報のどれか自分で選ぶのよ。成績で勝手に決まると思ってました。まあ単純に選ぶなら一番成績が良かったものか楽しかったものを選べばいいんだけどね。どれも A を取ってますね。おお、あずさちゃんみたいだ。私 CG はボロボロよ。一番興味があるのはどれかな。それが決められなくて困ってます。うん、その気持ちはよくわかるよ。なんだよその目は。ところがね、浅野くん、信じられないかもしれないけど総合成績で言えば学年首位だよ。サボったり断ったりしてるからね。大体学園で評価が高くても、実際にすでに外で評価を受けた強くの横で何を言えというのか。私そういうの苦手だし、好きじゃないのに言ってるのよ。向こうは先生の覚えが良くなる。問題はないね。まあ今度何かあったらつくよくんのそばに行くよ。本当、絶対だよ。選ばれるのは当たり前みたいなことを平気で言うのか。と今は僕たちよりも浅間くんの鳩子くんの方がね。まあ何、すぐに決めなくてもいいんじゃないか。ねえ、あずさくん。まあ、そうですね。きっかけがあれば別ですけど。きっかけ、ですか。うん。私が結局立体を選んだのも、どうしようもない理由だったから。だけど、きっかけにはなったし。うん。そうだね。どうしても他のは取りづらくなるから、他の科目って何やってるかわからないのよね。それならやっぱり僕らの出番。情報でやることなら大体教えられるし、実演もできるよ。ここにある僕の私物の方がスペック高いよ。立体は浅間くんが教えられるからいいとして、平面は私何か教えられるかな。いや、僕とあずさくんで教えた方が早いだろう。つくよくんの真似は僕もできない。そうなんだな。そうなんですか。
星見先輩の名前は私たちも聞きますけど。みんな慣れたらできるって。できるわけないでしょ。どこかで教わるのも大変ですね。ここに来ればいいんじゃない？いいんですか？だって使用許可もらってませんよ。手伝いとかいくらでも理由はつけられるし、実際手伝ってもらうこともあると思うし、僕はいいよ。そうね、悪いことする子じゃないと思うし。何当たり前のことを言ってるの？いいんですか？君がよければ。それでは、お願いします。だけど、学園には何て言うかしら。え？僕の卒業制作の手伝いでいいんじゃないかな。実際、ちょっと手助けも欲しかったし。それでいいかい？おお、これはもしかして。本来の目的は選択のためなんですから、当たり前じゃないですか。安定して信頼がないね。誠さん、ご迷惑じゃないですか？だって、ここは本当は私がいていい場所じゃなくて、誠さんが他の人といるところですし。それは。そうなの？だったら今までと一緒だね。そういう見方もできますけど。むしろ急に自分だけ違うところに行ってほっといて、ひどい人もいたのね。そういえば聞いたことがあるな。フリースペースでお兄さんの横にずっといる妹さんの話を。それってもしかして。なんですかその噂。私のせいにしないでください。浅間くん、現実逃避してないで目の前にいなさい。だけどここならそんな噂は出なくなるし、いいんじゃない？そうですか。まあ、どんな様子だったのか僕たちがずっと見てることになるんだけど。またまどか先輩がよからぬことを考えてる顔をしてるわ。なんですか。別に子供じゃないんですから、いつも一緒じゃなくても大丈夫でしたよ。まあな。だったら僕といいことをしようじゃないか。なんですかその言い方。いかがわしい。何がいかがわしいのかな。よろしくお願いします。ギガ最新作キスアト2014年1月31日発売だよ。